このようにね、いろんなことをやってくれておりますが、これ今ですね、身振り手振りを使ったハンドサインという合図を使って、つららちゃんとね、コミュニケーションを取っております。あ、今手を挙げてくれてますよね。まあ、こんな風にですね、いろいろなことできますので、ちょっといくつか見せてもらいたいと思います。じゃあちょっと改めてね、サインを紹介していこうと思うんですけど、あとね、目が見えてますので、僕と同じ方向の手ね、これ挙げてくれてるの分かっていただけるかなと思います。はい、左右もね、ちゃんと理解はしておりますのでね。あとはね、こんな感じで気をつけができて、礼儀ができたりとかね、ありがとうございます。皆さん拍手してくれましたね。つららちゃんもね、拍手してくれました。こんな感じで、ちょっと僕のね、手のサインを見て動いてくれるんですけど、はい、まあ、ただ何かをやってもらうためだけに、まあ、このサインは使ってません。